はい、ミニマリストライフです。ユナイテッドシティバイクスのジバン、まあ私普段使いで使ってますね。まあ私ちょっと昔ミニベロはちょっとみたいなことを話したんですけど、まああれ、まあ申し訳ないと言います。あのミニベロがすごく乗りづらい。あの私が最初に買った14インチのもの、それ14インチに問題があるというより、その時に私がちゃんとしたポジションを取ってなかった、それかもしれないですね。この自転車、今サドルこの位置ですよね。これなんか高すぎる、そう言われるんだけど、それがまあ普通な人の自転車乗った時というか見た時の印象、それ私どうだろう、その時結構シート避けてたような気がしますね。このぐらいサドルをこのぐらいにしてた。それでまあ相当なアップライトで乗ってた。まあそりゃ力が入らないですよね。あのこの状態で小径車乗っても力が入らんし、そりゃ漕いだってなかなか進まない。まあその間にロードバイク乗った時に、そのお店の人にしっかりとしたポジション、それ設定してもらった、サドルの高さはこうだよって。まあそれでロードバイク快適に乗れたと思うんですよね。これすっごく、っていうか皆さん損してると思うんですけど、このサドルの位置、こう地面の高さで合わせる、それ間違いです。あの合わせ方、こうペダルをこう一番下にする、この時にこう座って足が伸びるか伸びきらないか、そのぐらいから合わせてくださいという、その位置から微調整。まあ理由としてはそれが一番力が入りやすい。あのどんな自転車でもです。あの特別な自転車は除いてね、あのリカンベントとか、あとカマキリ自転車とか、ああいうものはちょっと話は別にして、あの基本的な自転車、この方法でサドルの位置合わせれば、だいたい皆さんが言うちょっと高すぎじゃないっていう、そういう位置になります。というより今日はサドルのことじゃなくて、あの自転車を電車に積むとき、自転車を電車、もうこれほとんどのあの会社 JR、 まあ JR 含めて施設とか認められてます。まあただ条件があって、まずはちっちゃくすること、折りたたむまたはタイヤを外して分解する、それと袋に入れることですね。でこのユナイテッドシティバイクス、折りたたみ自転車だから一つの要件は満たしてます。ちっちゃくできます。でも二つ目の要件、何か袋に入れろ、それは当然満たさないんですよね。でも電車に積みたいということで、こちら買いました。ここに今ついてるバッグ、これあの輪行バッグというもの、オーストリッチのチビリン、これがこの自転車用のバッグになるんですよね。まずはこの自転車を折りたたみましょう。ではチビリン使ってみましょう。まあ使うといっても袋から出して入れるだけですね。まず袋の中にストラップが入ってます。このストラップ自転車につけて使います。これは自転車によりますけど、私はここかな、ハンドルの、ストラップでフレームに固定しました。まずこの状態にしてきます。そしてバッグ本体を広げる。これ向きがありますね。このポケットのある方、これがこれヒンジ側になります。この状態で自転車を置く。そして先ほどの紐ストラップ、これを外に出して、そしてこの穴、ここに入れます。それ入れたら
またフレームに固定します。シートポストっていうか里分のところがいいかな。ポストこんな感じになります。これでジッパーを閉じる。そしてこのストラップ、これをちょっと後ろですけど、このストラップを差し込んで締めます。こちらも締める。これでできました。でここで背負えるとのことですね。どう背負えばいいのかな。こんな感じで背負えますね。非常に余裕があります。まだなんか入りそうですね。バックパックとか手荷物、あとヘルメットとかこの中にまとめれば一つで移動できますね。まあ、あと車とかに積むとき、このバッグを持ってれば気兼ねなく積むことができますね。あのシートとかに乗せてもチェーンの油で傷つくこととかもないですからね。あのユナイテッドシティバイクス G1 オーストリッチのチビリンを使えば余裕で入ります。この下のサイズは厳しいのかな。あのブロンプトンが入るタイプ、まあ、それですともっとちっちゃくなりそうですけど、まあ別にこの大きさでもそんなに困らないですよね。あのそんなモコモコする感じもしない。それはもうちょっとスマートにしたいとかそういう人はジャストフィットがいいかもしれない。ユナイテッドシティバイクスの純正バッグ、あの手もありますけど、あちら、折りたたんだ時にちっちゃくならないんですよね。結構長いような気がした。あの、純正バックレスと輪行用としては向かないですね。ユナイテッドシティバイクスの地盤で輪行したい。電車に自転車を積みたい。車に自転車を積みたい。そう思ってる人、こちらのオーストリッチのチビリン、考えてみてください。あの、ミニマリストライフの自転車動画でした。では、バイバイ。